黒沢拓也、黒沢拓也、黒沢拓也、1962年6月7日台は、静岡県御殿場市出身のレーシングドライバー、自動車評論家、実業家。血液型は A 型。父親は、日本のモータースポーツ黎明期から活躍した、レーシングドライバーで自動車評論家としても著名な、岩山こと、黒沢元春。弟の黒沢春樹と、 黒沢翼もレーシングドライバーというレース一家の出身である。フォーミュラカー、GT カー、ツーリングカーと、いずれのトップカテゴリーにおいても、複数の優勝経験があるなど、そのレーシングドライビングテクニックと開発能力は、高い評価を受け、全日本 GT 選手権とその後継となる、スーパー GT の GT500 クラスにおいて、トヨタ、日産自動車、 ホンダの国内三大メーカーすべてのマシンをドライブしている数少ないドライバーの一人である。さらにインパルやチームルマンなどの競合チームの監督も務めている。また、長年映像媒体の自動車雑誌ベストモータリングに出演し、ドライビングテクニックレッスンをはじめとる様々な企画を担当したい人気を博した。1970年代末からレース活動を開始し、 往年のレーシングドライバーでアルカン・ノブヒで率いる、トヨタ自動車系チームのトムスでアルバイトをしつつ、富士フレッシュマンレースなどの初級カテゴリーに参戦した。1987年からは、イギリスの報道1602番でい、e、い面から参戦した。全日本各式のレースへのデビューは20代に、入ってからと当時としても遅めで、1988年の、 全日本海産選手権への参戦であったトムス。しかし参戦わずか3戦目で初優勝を飾り、さらに海一日本グランプリの前座レースで3位に入賞するなど初年度から大活躍した。1989年にも全日本海産選手権に参戦し、表彰台獲得を含む多数の入賞を挙げて年間ランキング7位になった。 1990年には早くも日本のトップフォーミュラである全日本海3000選手権へのステップアップを果たしたチームルマン。なおこの年には全日本海3選手権にも継続して参戦した。その後はヒーローズレーシングや中島レーシング、チームインパールなどのトップチームを渡り歩き、全日本海3000選手権とその後継のフォーミュラ日本 FN に参戦した。 1994年に初優勝を果たす。1997年にはついにシーズン2位を獲得し、チームインパル、1999年まで参戦した。当時は、そのアグレッシブな走りから、和製、マンセルとも呼ばれていた。1989年より全日本ツーリングカー選手権、JTC に参戦し、1994年からは、 全日本 GT 選手権と後継のスーパー GT、全日本ツーリングカー選手権、JTCC、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権などの国内のトップカテゴリーに1980年代から2000年代にかけて参戦し、優勝や表彰台の常連となった。1997年には全日本ツーリングカー選手権でシーズン2位を獲得している。 ルマン24時間レースや、ジャンプカーワールドシリーズ、カートなど、海外のレースにも参戦した。1998年のルマン24時間レースでは、元山明や影山正美と共に走り総合を10位に行った。2000年にはカートに、シーズン参戦し、市街地コースである、第3戦、ロングビーチの82周の中で、55周から61周に、 渡り日本人選手として初のラップリーダーを成し遂げた。この後のレースで初表彰台も県内に入ったが、ミシガンのオーバルコースで時速400キロからスピンし、重傷を負ったため、それ以降のシーズンは欠場を余儀なくされた。また、これに先立つ1992年のシーズン開幕前には、海一世界選手権に参戦するジョーダンチームのマシン。 191にヤマハエンジンを搭載した 191Y のテストドライバーを務めた。2008年シーズンにはドライバーとしてスーパー GT に参戦しつつ、2009年にかけてフォーミュラ日本に参戦するチームインパルの監督を務めたほか、2010年から2012年にかけてはスーパー GT に参戦するチームルマンの監督を務めた。 2013年からインタープロトシリーズに参戦し、2014年には新たに設立したチーム黒沢のオーナー兼監督兼ドライバーとして参戦した。2015年までドライバーを務めた。2017年には関口雄飛をドライバーに登用し、プロフェッショナルクラスのシリーズチャンピオンを獲得している。2018年からは関口雄飛とアマチュアドライバーのペアで参戦している。 一旦は、レーシングドライバーとして、現役を退き、チームオーナー兼監督業に専念するかに見えたが、高い開発能力と、豊富な経験を見込まれて、2017年には、スーパー耐久の STTCR クラス参戦する、シビック TCR の開発ドライバーとして、本格的にまた帰参戦し、6戦中3戦で優勝し、クラスチャンピオンを獲得した。 フォーミュラトヨタレーシングスクール FTRS の講師を務めるなど、若手やジェントルマンドライバーの育成に力を入れているほか、トヨタ画像レーシングのインストラクターも向いている。現役時代から黒沢拓也の新車ぶった切り、などの雑誌連載を執筆、以降もベストカーなどの自動車専門誌で新型車の評論活動を行っている。さらに最近は、 役者としても舞台に出演するなど様々なジャンルで活躍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。